こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1980年の8月に起こった新宿西口バス放火事件についてお話しさせていただきます。とこの事件はですね、ポイント2つぐらいありまして、1つはバスの放火事件であったということです。で、犯人はですね、いろんなことがうまいこといかなくて、いろんなストレスを抱えてですね、で、あるきっかけでその怒りを爆発させて、このバスにガソリン4リットルを撒いて火をつけて、結果的に乗っていた乗客、30人ぐらいいたんですけど、うち、6人が亡くなって14人が重軽傷、大やけどですねを負ったというような事件です。で、ポイントは2つありまして、1つが、言いました、今あの放火事件であったということですね。で、2つ目がですね、この被害者のうちの1人の女性がその後この事件を、体験した自分の思いとかですね、その時の自分の事情とかいうのを手記で発表しまして、これが大ベストセラーになります。で、さらに映画化もされたと、いうような話題作になったわけなんですね。ではまずですね、この新宿西口バス放火事件の犯人、丸山博文というのが、どういう男だったのかということと、実際この事件はどのようにして起こったのか、で、最終的に裁判ではどのような判決が出たのかというのを順を追ってお話していきたいと思います。犯人は丸山博文、この1980年の事件当時38歳でした。で、生まれたのは、九州の方だったかな、九州ですね。で、もともとですね、お母さんが、なんと言いますか、とても仕事もできて優しいお母さんだったということなんですけども、このお母さんが2歳ぐらいで亡くなってしまいます。で、それからはですね、お父さんとお兄さんに育てられるんですけれども、実家が農業をやってたっていうので、農業の手伝い、もしくはその工場で働く工員として働いていました。これがもう小学校の時ですね。なので授業ほとんど出れずですね、例えば読み書きができないというような、子供が、そのまま大人になっていたと、読み書きなどができなかったということなんですね。で、さらに、お父さんも病気で亡くなってしまって、最終的には自分一人で生きないといけないということで、全国を転々としながら、建設作業員として生活をしていました。で、1972年なので、この丸山が30歳の頃ですね、とある女性と知り合って結婚します。で、2人の間には長男が生まれます。ただこの奥さんがですね、男性に対してだらしがなかったっていうのと、精神的に不安定であったということで、離婚します。で、丸山は、さらにこの奥さんが精神病を発病してしまったので、子供は自分が引き取るんですけれども、児童施設に預けて、でそこに毎月欠かさずお金を仕事しながら送るというようなことをしていました。ただですね、そういう建設作業員としての仕事もですね、なかなかうまいこといくときもあれば、うまいこといかなくいいときもあってですね、ある時この丸山はこの新宿の街角でですね、なかなか仕事もない、金もだんだん少なくなってきた、仕送りもするって決めたのにできなくなってきた、もう最悪やと思いながら、新宿の西口のとある建物の近くで、お酒を飲んでたんですね。そうしたらこのビルの管理人がですね、お前ここで何やってんねんと、こんなところで酒飲むなよと、もしくは野宿しようと思ってる、どっか行ってくれみたいな風に追い払われるんですね。で、これで今まで、ために貯めてきたこの丸山博文の、怒りが爆発してしまいます。なんで俺だけが一生懸命仕事して、子供のために一生懸命頑張ってんのに、なんで俺だけがいつも貧乏くじを引かされるんだと、
これは許されへんと、仕返するんやと、何か大きいことで仕返するんやということを考えて、ガソリンスタンドに行ってガソリン4リットルをバケツに入れてもらって購入します。でそれをそのまま新宿西口のバスターミナルに持って行ってですね、新宿発中野車庫行きのバスの構内、この時30人ぐらい乗ってたんですけど、そこにガソリンをまいて、で火をつけた新聞紙を投げ込んで放火します。もうガソリンをまいて火をつけると爆発するんですよね、ボーンと。で、車内は一瞬にして炎に包まれて、一瞬にして1800度ぐらいまで温度が上がったと言われています。この温度が高すぎて窓ガラスは全て割れてしまいます。で、手すりとか、そういう金属なものもぐにゃぐにゃに曲がってしまうと。でこれで6人が亡くなって14人だったかなが、大やけどを負います。でこの被害者はですね、本当に多種多様な、この8月19日の夜9時にたまたまこの西口で、バスに乗ろうとした人なんで、中にはですね40歳の父親と8歳の長男が、野球のナイターを見てその帰りであったということもありましたし、21歳の、会社員の女性も全く誰かわからないぐらい丸焦げになってしまいます。この野球を見に行ってたあの父親と8歳の長男も丸焼けになって、実はこの長男さんが着てた服の生地ですね、あとこのお父さんが持ってたこの名刺のなんかこう端っこみたいなんで、この奥さんはようやくこれは自分の夫と息子であるという確認ができたと、それだけこの炎の威力がすごかったということですね。で、丸山はですねその後裁判で自分のやったという事実は認めます。ただ裁判所がですねこの精神鑑定をするということで、例えばこう被害妄想であるとか、この時はお酒で酩酊してて善悪の判断がつかなかったんじゃないかと、いうような、精神鑑定の結果を出して、そのせいなのかどうか分かんないですけど、6人も焼き殺してるんですけども、無期懲役というふうになります。3人以上が基本的には死刑というふうに言われてるんで、この6人殺して、無期懲役というのは結構異例だと思います。で丸山はこの、判決が出た瞬間にですね、自分は無罪であるというふうに勘違いして、喜んで、さらにその傍聴席の方を向いてですね土下座をして、ごめんなさいと、いうようなパフォーマンスなのか、本当にそう思ったのかは分かんないですけど、そういうことをしたということです。で、その後、起こったことなんですけれども、この事件によって、重傷を負った杉原光子さんという当時30代の女の人がいました。でこの女の人が、その後この事件とかですね、当時の自分の状況とか、その後の自分の状況人生みたいなのを本にしました。これが、生きてみたいもう一度とい う小説というか手記だったんですね。で、どんな内容かというと、本当のことが書いてあるんですけども、1980年のこの8月19日ですね、西口のバスターミナルのバスにこの杉原さん乗ってたんですけども、この時にもう杉原さんは死のうと思ってたそうなんです。でそれはなぜかというと、杉原さん長らく不倫してましてですね、で相手には奥さんがいらっしゃったんです。でそれがうまいこといかないというのがもう分かってたので、もう死んでしまおうと思ってた時にボーンと爆発して火に包まれた。でこの時杉原さんは瞬間的に思ったのが、あ、これで自殺じゃなくて済む、誰かに殺された他殺ということになるんだと、それを考えたことによって結果逃げ遅れてですね、大やけどを負ってしまうわけなんですね。で皮膚のですね移植手術、まだやけどしてないところとやけどしたところの皮膚をですね移植して治りを早くしようみたいな手術をするんですけれども、それでもなかなか痛みが取れず
さらにこの痛み止めというのが、まあ、肝臓に結構負担をかける薬だったんですね、当時は。今はそんなことないと思いますけど。で、肝臓があまり良くなかった、この杉原さんは痛み止めが飲めずに、その痛みで全身 80% の、まあ、やけどの痛みでとにかくのた打ち回ってたそうですね。で、この杉原さんのその後だけ言うと、その後この不倫相手の奥さんが癌で亡くなってしまって、不倫相手と結婚することになります。まあ結ばれたんですね。ただこの不倫相手はですね、かなりの借金を負ってまして、逆に杉原さん、せっかく生き延びたのに、この不倫相手でその後の夫になった男にですね、一緒に死のうと言われてしまうんです。で、杉原さんはその時に、まあ死んでもええかと思ったんですが、まあこの NHK やったかな、どっかの記者さんに取材されてて、まあその人からですね、まあ、死ぬなというようなことを言われて、まあ自分はまあなんとか生き延びたいと、あなたと一緒に生き延びたいと、まあこの元不倫相手で今の旦那にですね、私はどんな状況でもあなたと一緒にもう一度生きたいということを言って、まあ心中を踏みとどまったということです。で、杉原さんは、まあ、そのあたりからですね、もうあの杉原、あの犯人ですね、の丸山を、まあ、許そうという気持ちになってたんです。実際その裁判ででもですね、加害者に、まあ、あまりひどい罰を与えないでくださいというようなことを裁判所に言ってます。それがもしかしたらこの丸山が無期懲役になった理由の一つなのかもしれません。で、その後刑務所に服役する丸山にも会いに行きました。1回目は会えなかったんですけど、まあ、2回目に会って、その後手紙のやり取りなんかもしてたということです。ただこの丸山弘文はですね、収監されまして刑務所に入りまして、で、その後刑務所に入ったのがだからいつぐらいなのかな、1990、判決が出たのが90年ぐらいなのかな。で、その後まあ服役して97年に結果的に言うとこの丸山は自殺します。刑務所ではまあいろんな作業をするんですけれども、その作業場に行く途中にですね、ちょっと忘れ物しましたというので一人になって、まあ天井に通っているパイプみたいなものにまあ紐をかけてですね、でそれで首を吊って、まあ、死んだというふうに言われています。今日はですね、1980年に起こった新宿西口バス放火事件についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。